すいませんってなラミを残すな悔いだけ、マスクが隠した悪魔の素顔な、お前ありただろう。有田哲平のプロレス話、お前有田だろう。よろしくお願いいたします。はい。さあ、ええ、早速いきますか。今日はですね、はい、特に別に、まあ、質問もまあまあなきにしもあらずというか、はいはい、あるでしょうけど、たくさん来てるみたいですけどもね。質問かでもありましたけど、やっぱ僕がやっぱちょっと衝撃を受けちゃったので、衝撃というか、はい、やっぱ話さなきゃいけないなと思って。何ですか。やっぱこれでしょう、これこれよ。ああはいはいはい、はい、これもうなんかね、すごかったみたいですね。あ、噂は聞いてますか。それこそあの書き込みのところとかにもうすごくすごすぎたみたいな、はい、もういやー面白かったねこれ。上田さん見たんでしょ。私あれ1日目だけしかちゃんと見えない。あ、そう。いやもう楽しみにしてたじゃん。コーファンも1日目だけ。いや僕0日。あ、0日。あ、両方見てない。あ、そう。0日。しょうがない。まあまあまあ、でも興味は最近興味を持ち出してます。パンツにね、安西選手のパンツの素材にね。生地感に、だいぶ大きな一歩ですから、ね。まあまあ、そこが大きな一歩よ。生地感に興味持ったっていう、うん、レスラーの。これはね、やっぱり、はい、まあもちろん僕ももうしっかり2日間ペーパービューで見ましたけど、もうやっぱ1日目を見るのも楽しみで見ましたよ、はい、でも1日目見たらもう次の日も楽しみでしょうがない。おで見終わってやっぱ良かったね。あ、そんなですか。もう、2日で15万人もうね。でレッスルマニアウィークというその WWE だけで20万人ぐらい動員してんのよ。はいはいはい。いやその前にだからあれがあるから、アンドレ・ザ・ジャイアントバトルロイヤルみたいなまた別の大会もあるから、はいはい、レッスルマニアとしてはその2日間ですけど、はいはいはい、とんでもない大会だったよ。だってもうね15万人、はい、ってことは1大会7万何人じゃん、うん、ということで、まあもう映像見れば分かりますけど、もっと入ってんだろうっていうぐらい、もうぎゅうぎゅうよね。これだ見えんのこれっていうところまで。へー、本当にあのなんか明日のジョーとかさ、あの、はい、リングにかけろとかさ、ああいうアニメがさ、どんくらい人描いちゃってんだよ、この国立競技場にこんな集まりましたみたいな、そのそれぐらいの規模。へー、これ見えないでしょっていう。はいはいはい。もうみんな、まあ、モニター見てる感じですよね、うん、それは一文字の字なんかだけど、多分楽しかっただろうなと思いますよ。会場行ったらね、会場行くとね、面白いですもんね、格闘技。もうしかもね、いやこれどっちがいいとかいい悪いとかじゃないけど、うん、そのやっぱ詰め込み方じゃないんですよ、うん、なんかゆとりプロレスというか、んその1日目2日目ってあって、はい、ちゃんとこう分けられてるね、はいはい、でだからペーパービューでは1個3時間4時間ぐらいが2日間あるのから、はいはいはい、めっちゃ試合数あるかと思ったら、はい、ゆとりでちゃんと1個3 4試合とか5試合、はい、えそうなんだよ、あのペーパービューはね。ほうほう。なんとなくだからちゃんと前の煽り VTR から、あ、はい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 、しかもやっぱ入場、しっかりやっぱ入場が、もう入場がイベントになってて、やっぱちゃんと。で試合があり、で試合後があったり、だからもうそういうのでもう1試合が大体もうやっぱり30分以上もろもろ1時間弱ぐらいかかるんで、だからもうやっぱそんくらいになるんだよね。 4,5 時間かけても3、4試合、4、4、5試合。へえ、だからまあそういう意味でもなんか詰め込んで、あ、次はこれ次はこれでバタバタしてないっていうのもある。ゆっくり余韻も楽しめる感じの試合後の、はい、でちゃんとどんなことが起きたかっていう VTR もしっかりやるので、こんな流れがあったんだみたいな、ね、はいはいはい、まあだから日本人で言えばやっぱりイオスカイ白井優ですねが2日目のセミファイナルです。すごいっすね、はい、まあ、あのチャンピオンだったんで、はいはい、まあちょっと負けてしまいましたけどね、うん、チャンピオンを譲ってしまいましたけども、セミですよ。すごい。そして初日の、タッグ選手権ですよね。カヤエリ、アスカ、タッグチャンピオンとして、それもいやタッグチャンピオンなんで、要は、負けてしまったんですけど、はいはいはい、堂々と。へー、すごいっすね。すごいよ。まあ、メジャーリーガーですもんね、うん、要は。
でちゃんとなんか着物 和風のなんかねあのイメージでちゃんとそういう、はい、あの入場とかもあのちゃんとやっててすげえなくて、しかもやっぱ本当は緊張してるだろうしね、そんなところで試合だったね。日本のまあ会場じゃそれ7万人とかありえないじゃないですか。いやだってそれこそその時のスターダムの白井伊代さんが上がってた時とか飛鳥さんがカナでリングに上がった頃なんて本当新木場とかでやってるから100人とかの前でやってるんですよ。その規模からがあの長い花道うわーっていうすごいアメリカンドリームだなと思いますけどね。いやいやそうです、成功者ですよね。本当にいやもうだからこんなこと言っちゃ、ね、いけないんだけど、そのもう負けたかったじゃなくてそこで大役を果たしてるというか、まあまあまあ、まあまあそうですね、うん、ちゃんとしたねキャストとして出てるということが、うん、いやすげえことだなと思いますけど、ね、いやそのイベントにその大会に呼ばれるっていうことの大きさですよね、うんうんうん、選手としての価値、うんまあ、日本人選手他、まあ、中村選手とか、はい戸澤選手とかも今回はちょっとメインの方には出てなかったんでね、選ばれてる選手も限りがあるわけ、さっきも言ったように少ないのね試合数が。いやすごいっすよそれは、はい、だそれだけでもすごいなとまず思いましたけど、うんまあ、ただねやっぱ今回の、ね、軸となったのはやっぱねもうこれはね覚えておいてほしいですかね、はい、これねこの人この人よこの人この人は覚えておいてほしい。コーディーローです。コーディーローですっていうねこの選手はね、はい、でこの選手はまあもともと WWE にいたんです、はい、ていうかそもそも我々の昭和の世代から言えばダスティーローですっていう選手が、はいはいはい、いた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 、もうアメリカンドリーム、はいはい、ダスティーローです。もうそのとにかく新日本系の選手だったんですけど、はいはい、猪木さんとも一騎打ちしてるし、はいはいはい、もう派手な、はいはい、もうリック・フレアのちょっとおデブ版みたいな感じの、なんか決してすごくかっこいいイメージはなかったような気がします、ねうん、ちょっとなんかショーマン的な人だったんですけど、強いイメージもあんまそんなになかったんちゃうかな、はい、でその息子さんなんですよコーディーローですって。でこの上にもう一個ダスティー・ローデス・ジュニアっていう選手もいるんですけど、うん、その2人ともレスラーだったんですね。でこちらの方がもともとだから WWE で、あ違うところでデビューしたけど、うん、WWE でもしっかりちゃんと、まあダスティー・ローデスさんはもうレジェンド中のレジェンドなんで、うん、もうリック・フェアみたいな選手なので、ライバル団体にいたりもしましたけど、もちろん WWE でも、はい、もう殿堂入りしてる選手、はいはい、でその人の息子さんだから当然上がれますよね、はいはいはい、なので上がってたんですよ。でそれこそお兄さんがダスティー・ローデス・ジュニアのお兄さんはゴールダストって言ってゴールドね、はい、全身金箔塗ってさ、で金の全身タイツみたいなの来てやってたんですよゴールダストって、はい、すごいあの奇抜な方で、奇抜ですね、はい、強いんすか。いやいや、やってましたよあの、はい、ちゃんとした存在感がある、でコーディー・ローデスさんはイケメンなんですけど、はいはいはい、かっこいいんですけど、でもやっぱ お兄さんがそれやってるからスターダストって言ってまた同じようにちょっと銀みたいな制和されるんですね。なんかやったりもしてました。でもこのコーディー・ローデスさんってこれ噂ですよ、噂ですけども、やっぱり辞めるんですよ、うん、まあ、なんでかって言うとやっぱ2世タレント、うんうんうん、結局ね長嶋一茂ですよ結局いやちょっとやばい結局いやいやいや芸能界では大活躍してます芸能界ではすごいですから一茂さんはやっぱりね、わがまま、結局やっぱイメージあるでしょ2世タレントってわがまま生意気ってイメージあるでしょ、うん、まあ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 、まあ、ね、正直、ね、だからそうだったらしいです。ああ、まあ子供の頃からチヤホヤされてますね。チヤホヤされてるんで、ああダスティさんにはもうお父さんにお世話になってましたってなるから、ああどうもみたいな、はいはい、もうそんなんでもうみんながちっちゃい子供の子がちっちゃい子、わあわあ、あのあんなちっちゃい子がなんてなるから、やっぱそれはちょっと天狗になるでしょうね、はい、スタッフの評判がめっちゃ悪かったらしい。へえ、はい、顔もいいしプロレスもうまいからめちゃめちゃ人気あるんですけど、はいはい、なんかやっぱちょっと評判悪かったらしい、はい、今一茂さんの話じゃないですよねあ、どっちも含まれてます。いやいや、評判悪くない一茂さんは。全然、あ、そうでしたっけ。一茂さん全然評判悪くないですから。あ、ちょっともうごっちゃになっちゃって申し訳ない。ちょっとどっちがどっちか分かんない、コーディーローです、ね、コーディーローです、はい、評判悪くて結局やめさせられてる。あ、クビなんですね、はい、まあ、クビなのか、まあまあ、どっちか分かりませんけど、そういうのがあって、まあ、喧嘩分かれかなんか分かんないですけど、はい、でまだいろんな団体上がって、はい、でその間に新日本プロレスにも上がります、もちろんローデスって名前、はい、ローデスって名前使いません。え、ほう、あのもうさ登録してるので WWE が、
使えないですね、はい、いくらダスティローデスの息子さんだろうが。だからコーディとして、新日本プロレスには上がります。それこそ岡田だ、はいはい、棚橋さんとやってますよ、はい、たくさんやってます。でまあすごくあダスティローデスの息子だっていう感じでやってたんですよね、はいはいはい、でコーディローデスは一体なんていうキャッチフレーズか。これはこれがまたおしゃれなんだよね。これねやっぱアメリカンナイトメアなんですよ。ほうほうほう。これなんでかというと、はい、お父さんがアメリカンドリームなんで、あアメリカンドリームダスティローデスだから、はい、息子さんはアメリカンナイトメア、アメリカの悪夢のことですね。はアメリカの夢ダスティローデスが逆、はい、アメリカの悪夢として割とヒールのような感じで活躍してたんですよね最初ね。で何がすごいかってこの人って日本でも活躍して、はい、あのもちろんかっこいいしいい選手なんで、はい、もちろん活躍してるんですが、この人ちょっと新日本にもちょっと遠ざかり団体作るんですよ自分で、はい、ほうほう。その団体がなんとこの AEW、 あれこの間ちょっと勉強しましたね、はい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 、AEW っていう団体の最初の初期メンバーですね、ケニー・オメガとかヤングバックスとかと、はいはいはい、はい、岡田選手が所属した、はい、はい、今岡田選手がいる、はい、あのお金持ちが作った団体の初期メンバーです、はいはいはい、だからそちらの方にも完全に行くので、はい、まあちょっと新日本プロレスにもちょっと遠ざかることになってたんですけども、WWE とは全然ダメじゃないですか、はい、なんですよ、はい、だけどこれがまたいろいろありまして、はい、2,3 年前からかな、はい、急にいやビッグな移籍ですよ、はい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 、WWE のリングに急にこれ上がることになるんですよこれじゃね、はい、でまあやるんですが、はい、アメリカンナイトメアで、はい、で今回ちょっと このレッスルマニアで覚えておいていただきたいのは、今回大きいのがブラッドラインっていうね、ブラッドラインっていう、はい、ブラッドライン、ブラッドラインっていうグループなんです。グループ、グループ、はいはいはい、これは何かというと、まず、ローマン・レインズと、ジミー・ウーソ、ソロ・シコア、はい、っていうね、これ実はね、ウーソ、もう一個ね、ジェイ・オウソっていう双子がいるんですけど、はいはいはい、これちょっと喧嘩してるんですよね。あ、今こっちだから WWE の正規軍が、あ、まあ、まあ、まあ正規軍の方が、まあ要は、まあ、正規軍と言っているのは、まあまあコーディですね、コーディ、はい、あ、正規軍になってるんですね、コーディ・ローデスは今、はい、今そ、まあ、割と正義の方に行ってて、まあ、正規軍って軍団作ってるわけじゃないですけど、まあこっちがなぜ悪役なんで、ヒール、はい、まあベビーフェイス寄りの方がこっち、はい、でまあセス・ロリンズで、これもね、はい、バリバリのね正規軍ってわけじゃないんですけど、ちょっとやっぱ変わってるさんで、うん、僕一番好きなレスラーですけど、セス・ロリンズがいて、まあ、いるんですけど、このジミー・ウーソの双子のはジェイ・ウーソって言うんですけど、ちょっとこれはあのここからちょっと抜けてるんですよ、喧嘩、兄弟喧嘩してる、あ、もともとこの大会の中でもシングルマッチやってるんですよ、へ、あの双子対決を、まあ、これも一応ビッグマッチの一つですね、はい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 、ジミー・ウーソ、ジェイ・ウーソっていう、はい、でここに、まあ、ちょっとこのレッスルマニアの前に、うん、このブラッドラインっていうぐらいですから、これなんかというとこれ血なんですよ、血、はい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 、これ全部ローマン・レインズもジミー・ウーソもコロシコアも全部サモア系の一つの大きな、だからもう もともと我々が昭和の時見たサモアンズっていう、はいはいはい、日本にもよく来てたとか、はいはいはい、力士とか、はいはい、ワイルド・サモアンとか、たくさんそういう、もう絶対にずっとつながってるんですよね、はい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 、大きく、はいはい、でその末裔なわけです。だからここも一応数、ここは双子ですけど、ここはいとこだったりとかするんですよ、はいはい、でここの大きなバーッと流れ、このいわゆるサモア系の大きな流れの一番のスーパースターっていうのは誰かっつったら、はい、ロックン、あ、サモア系なんですか、はい、ロッキーメイビアでした、もともとロッキーメイビアって名前でやってました、へえ、が途中でロックに改名したんですよ、ロック、はい、ザ・ロック、はい、もういわゆる、ドウェイン・ジョンソンという俳優さんになっちゃってますけど、はいはい、今もうちょっと2年前ぐらいかなにはもう世界で一番稼ぐ俳優さん、そうなんですね、はい、ハムナプトラとかね、あ、まあ、まあ確かに確かに、そんくらい有名な、向こうではもう誰もが知ってる人なんですけど、はい、ザ・ロック、ザ・ロック、はい、このロックがここに入ってきたんですよ、うん、今回レッスンマニアの直前に、要はレスラーとして、はい、もう今まで全然最近試合なんかやってなかったんですけど、まあ、顔を出すことがあったとしてもね、はい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 、ロックはローマン・レインズにとの要は同じ一族だからと、おさが、うん、で誰が一番このおさなんだと、はいはい、このっていうような感じで入ってきて、はい、要は最初こことここで戦おうやみたいな、おなったんですよ、はあ、
しかしこちらのコーディはコーディで、いやいやちょっと去年ここでやったんです、レッスルマニアで、はいはいはい、ここでやって、もちろんこっちは勝ってんです、はい、でこれがねまたややこしい、これ WWE のね、これね統一チャンピオンなんですよ、はあはあ、統一チャンピオン、いや世界ヘビー級と、なんかまあそのスマックダウンとローの方のチャンピオン統一してるんですよ、うんはあはあ、なんだっけあれ、あユニバーサルチャンピオン、はい、で統一してるんですよ、はい、で1300日ぐらいチャンピオンなんですよ、3、4年、あーすごいで当然去年、コーディーローですがいよいよ、レッスルマニアで挑戦ってなったんですけど、もちろん負けてますコーディーローですよ、でその復讐もあるからやらせろみたいななってたんですが、まあいやロックとローマン・レインズがやるかもみたいな雰囲気ありながら、でもやっぱり結局ここがやると、なるんだけど、ここはねなんか1日目2日目とありますけど、はい、1日目のカードは、はい、コーディロリンズ、セス・ロリンズ、はいね、ここのここね、タッグ、はいはい、対、ローマン・レインズ、はい、ロック、ロック、おお、ロック復活っすよ、ロックやるんすね、はい、タッグね、これメインがタッグです、はい、で大抵 WWE のレッスルマニアっていうのは2日あって、さっきも言ったようにキャストがほとんど全員出れるわけじゃないので、うん、1試合のみです、うんうん、1人だけでやっぱ違うんですよ、今回は、うん、こっちの2日目のメインがその WWE の、 その統一ヘビーをかけ、はいはい、統一チャンピオンをかけて、レインズ対コーディのタイトルマッチが組まれるわけです、はいはい、2日とも出るわけですね、はい、コーディとレインズは、レインズはね、はい、まあもちろん セスロリンズも出るんですけど、うん、まあこういうつながりがあるんです、これどうするかって、これは結局ここはもうお互いじゃあ共闘しようと、ブラッドラインとして共闘しようってことになって、でまあいろいろあり、うん、次の日にタイトルマッチは決まってます、うん、だからもうこっちはさっきも言ったように、うん、むちゃむちゃ悪いグループなんですよ、うん、もうだってロックがヒールやってるんですか今、うんうん、今ヒールですよ、あのスーパースターが、うん、めちゃめちゃ悪くなっちゃった、でこの2人は、まあ、割と、まあ、正義、うんうん、まあ超正義って感じじゃないですけど正義、うん、でこの試合をやるにあたってこのタッグマッチで勝った方がルールを決めるみたいな感じになって、ほうほうで要はこういうにロリンズとかあったら正々堂々と戦うよ、もしもこっち側勝っちゃったら、うん、この試合はこのブラッドラインルールで行うぞと、うん、ブラッドラインルールっていうのは、うん、まあ言っちゃえば何でもあり、狂気使ってもいいっていう、ああ乱入あり、あ乱入もあり、何でもあり、何でもいいと、要はそういうことで、もうほらいるから、あ、まあ、メンバー揃ってますもんね、まあ、もういるんで、もう入っていくんだろうみたいな、あでだから何としてもこの日は勝たなきゃいけないんですよ、あね、で初日が行われました。まあ入場からかっこよかったね。派手でね。もうさ一人一人がスーパースターなんで、一人一人の入場たっぷり。もうでもやっぱりロックが一番完成すごそう。もちろんロックのなんで試合、あの要は選手として入ってくるのは久しぶりなんで、はい、ふーかっこいいですよ。でタッグマッチ、まあ夢のタッグですからね、言ってみてね。あセス・ローリンズとローマン・レインズはもうずっと前から、はい、ザ・シールドっていうグループを組んで、まあ、WWE のも生え抜きだったんですけど、ここに今あるね、ジョン・モクスリーって言って IWGP 世界のチャンピオンですよ、今この前取った、はい、はい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 、が3人でやってたんですよ、おーすげえな、でそのジョン・モクスリーはもう辞めてしまいましたけど、はい、この2人はそのシールドっていうグループなんですけど、このもう今ライバルになってやってます、もう敵同士です、うん、組むことはほとんどないです、でまあコーディ6位でしょでやります、うん、でこれはまたいいタッグマッチなんですけども、なんせよなんせ、うん、ロックのピープルズエルボーっていうのがあるんですね、こうグイングインってまた最後にガンってエルボーで決めるみたいな、はい、これを最後バシッと決めて、はい、ロックがこのコーディを倒して、フラットラインが、はい、あらで次の日、はい、ブラッドラインルールになることが決定するわけですよ、めっちゃ乱入してくるじゃないですか、はいはい、で終わった後コーディーローズずっとリングでこんなの体育座りで、こんなのもうどうしようみたいな、うん、どうしようってもうそれがもう一応ポーズで見せときますよぐらいの長さじゃない、めっちゃ長いずっと余ったのかな休憩時間もそんなことはないです、本当にマジに落ち込んでんだろうなっていうぐらい、まあ要はロックの、はい、だってロックで久々復帰してるわけだから、うん、これ現役バリバリじゃないですか、いやそれはもう情けないですよね、そんなもんがもうピープルズエルボーうわーっと盛り上がってバーン勝って、でロックうわーなってで勝ちました、ロック強えな、はい、だ何やってんだコーディ現役が、うん、っていうので初日終わり、うん、で2日目
メインはいよいよ、まあ、レインスタイル、まあ、コーディーですよ。チャンネル登録高評価お願いします。お前アリタだろ。